なんかお昼寝しちゃってて、これ以上寝たら体が腐ると思って来ました。眠気覚まし代わりに今ショールームをしております。マジでこれ以上寝たら腐る。おはようございます。皆さんは何をしてますか？あ、春だけどってイエーイ、かわいい、ありがとうございます。今日は大人っぽいテーマです。大人の女性、これから健康診断いやそれは大事、ちゃんと健康診断してください。そう、さっきまで大人っぽくこうやって寝てた。なんか画面の見え方が違うね。鏡の方がよく見える現象。ああ、在宅勤務、なるほどね。寝起き、化粧バッチリしてたんだけど、バッチリしたまま爆睡してた。なんか本当は12時くらいに今日配信しようかなと思ってメイクしたんだけど爆睡してしまいました。今日は大人っぽいを目指すんだ、頑張れ。バイトの休憩、お疲れ。こんにちは。そういえ今日は、あ、吹雪来なかった？あれ？おかしいな。今日吹雪注文しといたんだけど。おかしいな。でもちょっと寒くない？気のせい。部屋が寒いのかな？なんか。私すごい寒い。失礼。なんか私どこでもあくびしちゃう病なんですよね。そうか、昨日と同じくらいで今日暖房つけてなかったから寒かったのか。春だけだ。直樹さん、ハートよくありがとうございます。ラブ。あくびうつる。いや、みんな仲間だからあくびはぐらいはうつるのよ。こんにちは。こんにちは、こんにちは。なんかね、ね、見てほしいんだけどさ、私さ、昨日そのコミさんとさ、髪の毛長い方がいいよって話をしてくださってからさ、私いつエクステつけたっけと思って写真を見返したら、去年の5月と去年の12月に2回つけてたのね。それで去年の5月につけた、去年だっけ、去年かな、去年の5月に、違う、一昨年の5月だ、一昨年の5月と一昨年の12月につけてたんだけど、そう、一昨年がね、一昨年その時5月につけてた時が結構良かったのかなと思って写真見返したらね、そしたらね、今と長さあんま変わんないの。え、ちょっと見てほしい。なんかね、長さが全然変わんないんだけど、変わんない気がすんの。でもなんか全然ロング感、あっちの方がボリュームがあったからなのか。ちょっと待って、今探すから。
この時なんですけど、あ、映んないな、明るすぎるのかな、この時なんかすごい色々、え、そう、長さならさ変わんなくない？なのにさ、なんでさこんなさ、なんかこの時のロング感、この時のロング感わかる？この時のロング感がないのよ。なんでだと思う？何、切り方の問題？毛先を切り揃えばいいのかな。だってこの時もこのくらいでしょ。毛量なのかな。そう、私はだから昨日のその事実に気づいて、前髪、え、でも前髪はこの時も減らしてたから、この辺の量の多さなのかな、量の多さが違うのかな、やっぱり全然。だからちょっとなんか重く見えるように切ればいいのかな。だからなんか今日の注文どうしようかなと思って悩んでる。重く切ってくださいっていうかな、重めに見えるように切ってく、この写真見せてこんな感じにしてくださいは無理だよね。だって自分エクストリ毛量が違うもんね。まあ、でもこういうのはあれか、美容師さんに相談した方がいいの、つかないように。確かに、前髪は私まだシースルーにしたい。ちょっとなんか量多い気がする。そう、なんか今日珍しく9時に起きたんですよ。そう、ちょっといろいろ用事があって9時に起きたんですけど、もう眠くて眠くて、ついつい9時に起きたら大体昼寝してしまう。もう昼夜逆転が染みついちゃってる。あ、なんかつけすぎたかも。こういう時は粉をはたくといいってなんかで見た。9時に起きて一回寝て、髪色は変えない。もうなんかさ、こっからどうせ今ここのあんまなんか根元との違いもそんなにはっきりしないし、しばらくは黒髪系の黒茶髪、黒なの茶髪なのぐらいのラインをさまよっていこうかなと思ってる。夏になったらね、またね明るい色にしてもいいかなみたいなことはちょっと思うんだけど、まあ冬の間は黒髪でいいでしょう。暗髪でも私最初に染めたばっかりのちょっとなんか緑がかった黒の髪色すごい好きだった。あれもう一回やりたい気はするけど、まあお金もったいないんで、大して変わんないしすぐ抜けちゃうし、意外と現実的なゆきちゃんです。川口春奈さんに似せて、寄せてみる。ちょっと川口春奈さんって今何色なんだろう、髪の毛。でも川口春奈さんも茶髪ぐらいじゃない、明るくない、ちょっと私よりは結構明るい色かな。とりあえず仕事戻るんご、ファイターマジ。この時間って誰が見えるんだ配信だから、いつも通りの。
クラゲブリっ子だから、ブリちゃんだからなんかやっぱお昼はこの私の最近買ったリングライトつけなくても明るいねどう？これつけたら大惨事だもんね、光飛び。いらないもんねこれ、あった方がいいか。え、ちょっと、まああってもいいね、なくてもいいけど、いやなくていいな朝日みたいね、思った。日光の力の凄さを感じますよね。あんまりブリコ苦手だけど、これくらいのブリコ、あ、これくらいのブリコなら大丈夫。マジ？で、私今日は大人の女性なの。違うの、ブリコしないの。今日はすごい大人な人の話よ。そうなんだって聞く系の、こう吐息を追い系の女子だから。なきさん、だるま100個ありがとうございます。今日はあー、見てこの黒だよ、黒。大人でしょ、大人になるの。さあ今日はセクシー、セクシーかな、そう、セクシー。フィルターが可愛すぎる。寝たからちょっとむくんでんな。今日は顎割れないの。そう、あれはあざといメイクだから、あれあざといから、今日あざとくないから。今日は大人のね、可愛いキュートな女性、大人の顔、大人のセクシーな、なんだろうな、こういい感じの女性よ。一日一セクシー新しいのが始まっちゃうやだやだ、毎回谷間を見せなきゃいけなくなっちゃう。の服装はこれ、このネックレスがポイントですかね。これ多分安い300円くらいのやつですかね全くいいものを身につけない女。なんかこれも上も下もGRL グレイル、そう、グレイルの福袋で10,000円、違うな、7000円の福袋に入ってて、そうだから今日超安いコーデ。こんにちは。かわいい、ありがとう。トムペニーさん、こんにちは。なんで名前呼んだんだろう、今。なんか目に入ったものを全部呼んでしまった。チッチッチ。すぐあくびするんだからもう自分に対して怒ってる。15分経過。え、これ毎日アイドル2日目じゃない？2日目って出ないんだ。え、何、1日目は計算されない方式これって、もしかして、もしかしの、もしかしなんですけど、配信中1回は口の中やだー、ごめん、ついついね
眠いっていう気持ちが出てくるんだよね。2日連続すごい。ニキさん呼びなんでもいいよ、ハマってぜひぜひ。連続配信からか、そうなんだね。2日なのに1日目、今日は連続配信1日目。昨日のコミさんとのショールームよかった、嬉しい。1日も計算されません、悲しい。1日目はなかったことにされてしまうんですね。もういつまで前髪をいじくってんだかいつって感じですよね。すいません、ちょっと前髪がどうしても気になってしまって。もういいや、なんでもいいや、もういいや、もうなんかめんどくさくなってきた。なんかちょっと自分の画面に自信が持てそうになりましたね本当にないけど、あんなに褒めてくださることないからな、他の人が。私いつも基本的にいじられ要因なのでそう、ナキさんありがとうございます。チョコレートン、チョコレートン、あ、これ歌っちゃダメだった。お母さんも、そうよ、本当に嬉しい。メンバーのお母さんに褒められるってめっちゃ嬉しいよね。いつかの握手会も中条、みんな褒めてくれすぎなんですけど、嬉しい、ありがとう。女磨き頑張りますもっとメイクとは研究しなきゃいけないね。これアイドルしてるうちは化粧品買ってくれるから、今のうちにいっぱい買ってもらわないと。ですね、そのうち買ってくれなくなるからまあ自分で買えって話なんだけど。化粧品ムーディーいきちゃんかわいい。いやいやいや、みんな優しいね、ありがとう、ラブ。なんかやっぱりさ、こう AKB に入るとさ、結構っていうか、京花ちゃんとか見た瞬間に、世の中に可愛い子ってもう私より可愛い子なんて100万倍いるなみたいなこと思いますよね。赤抜け、いやー、まあ確かにちょっと赤抜けた。もうなんか最初とかひどくてあの時の自撮りなんて見てられないわ私。スクショいっぱいある、しんどい、それはしんどい。なんで、この時とかね、あ、違う違う、この時とか明るくてあんま見えないけど、
なんでこの時多分ね太ってたんだよな。無理なんだけど。見える？無リンゴなんですけど。そんな顔で京香ちゃんの横に並ぶなって感じですね。懐かしいよね。シェーディングで隠すという技も多分知らなかった、あの頃の私は。化粧なんてだって私ほんまにやって、本当にエイト入るまで知らなかった。そう、しかもお母さんの化粧品そのまま持って行ってたし。そう、だから基本的になんかやっと化粧を覚えてなんかできるようになったって感じ。多分その頃の写真会で会った。しんどい。あ、でもぜひさ、もし今さ握手会とかそのツーショット会ができたらさ、みんなでさ、みんなじゃない、ぜひ比べてみてほしいな。ちょっと面白いかも。でも私は、いや、昔の自分がしんどすぎて絶対にやらないけど。ゆるなちゃんの配信終わったから遊びに来て、あ、だからなんか急にみんな来てくれたんだ。あれだけど、雪ーっていうことで、この前全部並べた時に比べやすくて、いやー過呼吸になるわ。一個さ、あのあざといに載せたい写真があるんだけどさ、悩んでるんだよね、載せるか。ゆきー、ありがとうございます。ゆきーっていうことで、はじめまして。福島ツアーみたいな展示会、あー、あれね、懐かしいね、やったね。あのもうミッサーが必死に、ミッサーとナオちゃんが必死にレッスン場に並べてたの面白すぎた。並べるなーって追いかけたもん。こんな感じの写真をね、このあと2人で抜けちゃうみたいな感じでちょっと載せようかなみたいなことを思ってるんですけど、ちょっと悩み中ですね。マガジンのグラビア、いい。でもあの時はまだ髪の毛長くてお団子にした気がする。悩むんでもいいかな。ちょっといつか載せますね。さっき仕事で徳島から香川。おお、徳島どうでしたか。どっか行きましたか。いや、今日はぶりっこしないんだって。やばい、ナチュラルぶりっこが出てきてる。やばい、私の中にぶりっこが住み着き始めてるかもしれない。描いた夢を誰かに掴み回した。追いかけっこ動画、そう、あれ超楽しかったな。嫌だったけど、私はなんかさ、隠してさ、どっか別のとこに置いてたはずなのにさ、わざわざ掘り出してきたからね、誰かが。
ブリッコが。ブリッコ入れようかな、あのそれのあの押したら出る定型文にブリッコ入れようかな。ブリッコ、お腹すいた。薄焼き食べてもいいですか？おやつの薄焼きを食べても良いですか？多分バリバリうるさいと思うんですけど、怒りますか？こんにちは。食べさせていただきますね。すいません、申し訳ございません。お腹が空きました。私はなんで薄焼きってこんなに美味しいんだろうね。しかもさ、薄焼き皆さん知ってますか？薄焼きさ、3パック入ってさ100円とかのすごい安いのにさ、しかも1箱これで割と満足感があるっていう、すごく安くて美味しいですよね。うん、ねえ、コスパ最強だよね。関東ピン、ありがとうございます。塩味がいい、わかるわ。コスパいいし、本当に。やめられない。ねえさ、私友達とゲームしてる時とかにもさ、お菓子とか食べたくなっちゃうタイプの人間なんだけどさ、通信でね、バリバリ言ったらうるさいかなと思ってさ、一回さ自分のマイクをオフにするのね。そしたらさ、オフにしたことをずっとそのままにしちゃって、ついつい全然オンになってないのに一生懸命喋ってることがめちゃめちゃある。ボイチャ切ったの忘れるよね、めちゃめちゃ。ドボンのニックネーム、へえ、青ってスタッフさんなんだ。まだ JK さん、JD さんD にしてください、そこ。うん、なんかみんな私の声無視されるするな、ひどいなって思ってたらオンになってないよね。言われるのもあるし、女子大生だから JB だもん。そう、春から JD 読んだよ、怖いよ。どうしよう、4年生だって、大学終わっちゃうじゃん。怖い怖い。あ、なんかアンロケの47の素敵な街プロジェクトがあるらしいですね。
皆さんぜひ恥ずかしいかもしれませんが頑張って送ってみてください。ね、私も知らなかったんだけど、直樹さんありがとうございます。ハードルがえぐ高いまあそうだよね。いや私も結構高い。いつもさ、あの47のさ動画踊ってるの送ってくださいとかさ、徳島っていうのやってくださいとか結構来るんだけどさ、毎回しんどいなって思いながらやってること結構ある。でも楽器とかできたらいいよね。なんかカメラ見なくていいしさ。そう、まあ、ファンの皆さんにとってねハードルが高いのは分かるんですけどぜひ参加してほしいなって思います。だってほらファン参加型なんてこんなコロナがないとできない、多分やってないことだしさ。もう雪ねえと呼ばない。そう、叱る。こんにちは。47の一人でガチ恋工場もしんどいよね。言いたいことが、でもほらやっぱりさこの回さ7周年っていうね節目だし、あかりんももう最後になっちゃうかもしれないし、四六時中親が2人産むか無理小声でもいいんじゃない。そう、雪ねず呼んでいただいて、あ、赤字読んだ。あーそうなんだ、スラッピだね。全然ごめん、すごい共感してるよ。今の言い方だと全然私共感してない女みたいだったけど、スラッピだねは全然共感してない女に聞こえるけど、なんかごめん全然違う、許して。言葉のあやってやつよ。一人がちこい補助を練習して、あーそうし、ぜひやってください。待ってます。披露してんちょっと一人面白い1対1でガチ恋工場披露はちょっと面白すぎるけど、こんにちは、頑張ってください。ありがとうございます。なんか何かを頑張ります。なんかさ結構さこのステイホームの状況にも慣れてきちゃってさ、今さら行動するぞってなってもしんどいかもしれないみたいなとこない？私ちょっと絶対あるんだよね。でも今日髪の毛ツルツルなんだけど、美容室行く必要ある？めんどくさくなってきたな。
3枚なので許して。体が硬くなる。わかる。体力もゼロになるしさ。外出るのに結構体力使う。超わかる。なんかもうさ、ちょっとした買い物でもなんかすごい体力消費しちゃう。みんな多分日本のあの太った率測ったらみんなちょっと太ったんじゃねみたいなとこない？こんだけ動かなかったら。わかるわ。動かない割にご飯食べちゃうよね。わかる。散歩好きだから。あーいいな。階段登るだけでゼーハー。うん、階段登らない。階段という選択肢を消すもん。なるべくエレベーターエスカレーターを探すもん。こんにちは、ギュンですおじさん。階段もうね怖いね。本格指導とか言ってダンスとかやるんで私動けんのかなっていう不安しかない。だからといってさ、日々さ努力っていうか日々こう筋トレする、なんだろうな、私のストイックさはないというか。去年より痩せた。マジか。でも私も太ってはないのよ。ただ多分もともとあった筋肉が全部脂肪に変わっただけで、そう、体重としては変わんないけど中身は変化したかも。ねえ、家でやるのもさ結構うるさいしさ。さっき走ってきたから体痛い。健康のために運動してる人尊敬。わかる。もうすごすぎる。何のさモチベーションがあって家で運動できるんだろう。すごい。私中学の頃なんて筋肉しかなかったのにな。なんでこうなったんだろうか。女性らしくなった。まあ確かにすごかったもん。だって私足とかなんか歩いてるこうさ、修学旅行とかで歩いてる写真だけでも足の筋がブクン浮かび上がって、その仕事で毎日1万歩それはやばい。そうそう、目標がないとね。てか私自分、他人に強制される運動はできるんですけど、自分から自発的に運動することすごい嫌いで。そう、お腹引き締まったら鼻飲んでできなくなっちゃう。そう、だからなんかバドとかで楽しくできないと無理だな。家でなんか運動するかみたいなテンションでうどん運動するのは無理かも。うどんって言っちゃった。あんだけステイホームの中でみんな運動しましょうって言ったんだけど、私は本当にしてませんでした。夏に海で水着着るためのギャル。あーだー、あるー、わかるよ。春だけど。お代理夢へのルート、マラソンで筋肉痛になって公園でウサが取れなかった。夢のルート、マラソン、私今やらされたら死ぬわ、死ぬ。なんか体は全く動かないと思うんだけど、なんか脳がバドミントンしてた時の名残を思い出して多分動こうとするから、多分そこの釣り合いが取れなくて死ぬと思う。
中1でプール、えらい。だからリングフィットアドベンチャー、そう、私もリングフィットアドベンチャーやりたいな。でもバドミントンして痩せたいな。なんか楽しく痩せれるじゃん。動くことが苦痛じゃないもん、バドミントンやってると。そう、気持ちだけ前に行くやつ。で意外とね、体動いちゃったりするのよ、その時だけ。そうで後日後悔するっていう、あのその時は動くけど後日の反動がすげえみたいな制約みたいな。誰かのために描いた夢を定期的に運動。そうそうそう、終わった時がねしんどいんだよね。楽しく痩せる方法研究ありがとうございます。定期的に運動しなきゃいけないよね、やっぱり。分かってるんだけど、でもまだ若いからとか言ってごまかしてる。お母さんにさ、あんたほんまに運動せんとあかんでって言われるんですけど、いやまだ若いしとか言って嫌な娘だわ。バレーの子ね、なんかやっぱ強豪校はすごいよね。年取ったら取ったら体動かない。そうなんだよね。この後乗せる自撮り太郎。ナチュラルくすみ、社会人になっても運動しなあかんなと思ってから早いよね。いやー分かる、絶対そうだよね。社会人でさ、体を動かす仕事に就かなかったら本当にあれじゃない、運動一生しないと思う。私会社にそういうなんか運動サークルみたいなのあってくれたりとかしたらあれかもしれないけど、すごいやっぱ足で歩いていきますみたいな会社だったらいけるかもしれないね。友達1年で10キロエグ増えてるやん。この運動の年取った話はやめようか、もうアイドルとは思えないあの手置くテーマで話してるわ、健康についてみたいな。会社の野球部やっぱあるんだね。悲しくなってくるね。ぼちぼち終わるか。なんか目覚めた、すごく目覚めました。ありがとう、みんなのおかげで私はパッチリ目が覚めました。こんにちは。目覚めた、陽気かな、陽気かな。なんかこのまま今日夜まで寝ちゃうかなみたいなテンションだったんですけど、よかった。まあ1時間行くか行かないかくらい配信、まあ昨日いっぱい配信したからね、終わりにしましょう。じゃあ
キャッチフレーズやります。私が春だけどって言ったらイケイって言ってください。いきます。春だけど。あ、聞こえた。え、聞こえる。ありがとう。徳島と私の魅力を皆さんのもとに届けに行きます。徳島県代表、春馬定期です。ありがとうございます。ありがとう。ということでランキングは読んでいきたいと思います。11位の方がいないんだけど、名前ない方なのかな。13位、はるかな思い。あ、すごい、なんか小説みたいですね。ありがとうございます。思いさん、ありがとうございます。12位、ひでじいさん、ありがとうございます。11位、ななしさん、さん、ありがとうございます。10位、なかりんさん、ありがとうございます。9位、まさゆきさん、ありがとうございます。8位、ピンクカメオさん、ありがとうございます。7位、うどさん、ありがとうございます。6位、のったーさん、ありがとうございます。5位、くんくんさん、ありがとうございます。4位、梅こぶ茶さん、ありがとうございます。3位、ともおくん、ありがとう。2位、まぼろしさん、ありがとうございます。1位は直樹さんです。ありがとうございます。イエーイ。そう、ありがとうございます。珍しく2日連続で配信してみました。ということで皆さん、今日は金曜日ということでね、明日はお休みかわかんないですけど、ゆっくり休んで楽しく毎日を過ごしてください。よくわかんないけど、ありがとうございました。バイバーイ。またね。